とございますす12月2月日日の金曜日です、えー、とちょっと今日思うことはあの先日夫の老人ホームの契約しに行った時に息子と2人で行ったんですけどあのその時に老人ホームとクリニックはなんか、まあ、ある程度。 提携してて月2回の診察を、まあ、基本やっているということでそのクリニックの事務の方が来てそれでいいですかっていうことで契約をを私は交わししててサインをしてきたんですねそれについて帰りに息子からの疑問を投げかけられてあのそういうのは医療のこうなんだろうまあ お金を取っていいくそういう医療システムだから僕だったらそういうのはもっと詳しく聞いて契約はするかしないかはよく考えるって言われたんですねそれに関して多分お金は5000円から、まあ、8000円ぐらいの間で、まあ、変動するみたいなので私はでも全然疑問も持たずにやっぱりあのなんか年寄りなんであったら 老人ホームはクリニックのこの医者に連絡をすればいいシステムになっているので当然だと、まあ、それは今でも思っているんです。でも息子はまたそうではなくてやっぱりいろいろと色々こう検証して本当にいいかどうかをやらないと私みたいな年寄りはそうやって騙されていって金儲けの材料にされるという,こう概念がものすごく特に私を見ていてそう強いんですね。で私も最で母さんそういういで 悔しくないのその無駄なお金を取られてって言うから、それ全然悔しくないんですよ。で、私も自分の感情ってどういう時に悔しい思いがあるのかなと思ったら、この間副鼻腔炎でもう先生にお願いされて無理やりこう組織を2個取られたのが、体へのストレスがこうすごかったのね。私それがすごく悔しくって <laughs>、私はそういうふうには悔しいんだけど、そういう、 老人ホームのそっちの方は全然悔しくないし感情って人それぞれ違うもんだなって最近は思ってるんだけど改めてまた息子のそういう件があってやっぱり思いましたねだからと言って息子の言ってることがいい悪いじゃなく私のやってることがいい悪いではなく一人一人こう 思うこと感情とかいろんなことが違うのでそれをやっぱりこう認め合える自分になっていけるとあのもっと私自身が穏やかになっていくんだろうなっていうのをこの話を通して実感しました今日はそんなところですまた明日皆さん今日もいい一日を送ってください